ゴキしかいねえや。モダンゴキ弱いって言いながらモダンゴキ使うな。おい 100% じゃねえかよ。ゴキ 100% トイレに入る前に全部脱ぎ切ってんだよね俺。振ってる遠心力でこうパンツとズボンを、はい、なにー、こんにちは、ダルシムにいいことありましたか。行くか、ランクマッチ。さあどこまで行けるか。うぅ、よいしょ、とりあえずよいしょ。モダンゴキ、はい、持続当て。シミー、ほのめかせじゃねえのかなってちょっと思うけどな。ゴキしかいねえやモダンゴキ弱いって言いながらモダンゴキ使うな。おー、チュアシー、6連勝いただきます。おい 100% じゃねえかよ。ゴーキ 100%。 クソ、俺のマイステ瞬刻殺が。希少ダイヤモンド何？2なんだ。はあ、アリケンダルシム使わへんの。いやー、まあ使いたいよ俺だって使いたいけど、ちょっとなんか今はいいかなって感じ。なんか今までと同じすぎて無理。うれい。でもなんかまだその敵を処る能力がないな、まだ俺の号機。もっとなんか相手の行動にリスクを持たせてバッコンバッコン行きたいけどな。うわー、もったいね。いやでも使ってくれたわ。いや今の大パンヒット確認 OD 混合だったな。でかい、ガードすれば勝ち。あいー、ゴーキコプターが来たな。台形って適当に置いてます。マジで適当に置いてる。台形マジで適当でめちゃめちゃ使えるぞ。てかみんな聞いてや、最近さ配信中とかにさションベン行くじゃん。まあトイレに行くとするじゃん、配信中。そん時にさトイレに行って脱ぐんじゃなくてさ、トイレに入る前に全部脱ぎ切ってんだよね俺。最近なんか癖でさ、まあトイレまで10歩あるとするじゃん。その10歩の間に全部脱いじゃうんだよね。だから配信中こうやってさカメラつけてる時にさ、なんかマジでワンチャン癖で俺がこうあっち行ってる時にケツだけ見えてなるかもしれないっていう恐怖が最近あるんだよね。そう、脱ぎながら移動、こう脱ぎながら両足のこうなんていうの、振ってる遠心力でこうパンツとズボンを下にやっていって脱いでトイレに入って出て履くみたいな。もしそれでバンになったらごめんな。くっそ、バリアなかった。ラッキー来た、行きます。はい、なにー、遠すぎ。来たー、持続ダイパン。これ強くない？普通に持続ダイパン、アリスペ強くね？おお、やっと出たー。削れない。頼むよアリケンさん、ナメプはダメですよ。いやあれコパンから行きたくないんだけどね。あれだけでだって 20% 持ってかれるからね、コパ指導だから。いきなり上下どこ行くの。重なってない。
って言ってもらいたいね。ドライフラッシュを使って速い展開にするか。なんとかして前に行ったが、まあ移動が絶妙。さあどうだ、エリア2画面端のいい状況を作った。さあもっとやり合うのだ。やばい、逃げろ逃げろって言ってんだけど、歌が。SOS。 一息つけるか。レイヤー2、ここでの押し引きが重要。さあここからだ。いやどうだ、この飛びはガードマン。ドライブラッシュで前に出る。ここで SA ゲージがマックス。くしくも同じタイミングでチャンスが訪れた。いざ、うまく投げまくった。打ってこねえ。はい、波動拳。いいよ、14連勝上がってきたよ。こんにちは、ダルシムにいいことありましたか。なんだこの音楽。明らかに豪気に向いてね。回してる。うわー、俺の15連勝。